こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も、日本の支配者一族、藤原摂関家をお送りするよ。藤原氏の最盛期に入っていき、確実に日本と天皇を掌握していくんだ。恐ろしいわね。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。前回は藤原時平が菅原の道真を排除するため正体の変を起こし、道真を太宰府に左遷させたね。陰謀、変、結婚。道真の死後不吉なことが多々起こり時平も亡くなってしまうが、ここまで作り上げた確固たる地位や摂関政治という政治体制が崩れることはなかった。というところまでだったね。日本を藤原氏から取り戻すべきかしら。時平の死後、朝廷の中心を占めるようになったのは弟、藤原の忠平だった。中心を占めてるくせに柱の陰から出てけえへん。たまに出てこないやついるよな。時平の時代は摂関がいなかったが、醍醐天皇が重病にかかり、930年に朱雀天皇へ上位。数日後に醍醐上皇は亡くなった。この時、朱雀天皇は7歳。正一。朱雀天皇の母は忠平の妹、安子。忠平と朱雀天皇は叔父と甥の関係であり、天皇がまだ幼少であったことで、忠平は、摂政に任命されたのさ。また藤原氏が摂政になった。実は、この任命は醍醐上皇の遺言でもある。醍醐上皇が息子の朱雀天皇を貴重の中に呼び入れて遺言を残していたんだ。忠平の言うことを聞くんやで。そう伝えていたんだよ。ちなみに忠平は菅原の道真と親交があったらしく、道真と対立していた兄の時平からは疎まれていたらしい。だから柱に隠れてるんか。それでも摂政になれたということは、忠平は天皇からは相当な信頼があったのだろう。しかし、朱雀天皇が成人すると忠平は摂政を辞めることになる。成人したら朱雀天皇は自分で政治ができるものね。忠平はお疲れ様。摂政を退いた忠平は、関白に任命されたのさ。今度は関白かーい。関白は前回も言ったが天皇を補佐し、政務を司る重職。これは記録上、摂政に引き続いて関白に任命されたことが確認できる最初の例となっている。今更だが摂政と関白を合わせて、摂関と呼ぶよ。だから藤原摂関家なのね。946年に朱雀天皇が上位し、村上天皇が即位した後も忠平は関白として政治を行った。しかし、この頃には忠平はもう66歳。当時としては高齢であり病気がちになってしまったし、柱の陰から出てこない。そんな状況から忠平は引退を願っていたものの、何度も慰留されている。天皇から信頼されてたのねー。3年後、忠平は病で亡くなった。70歳だったよ。しっかり病気だったやん。病気なのに何度も引き止められて逆に辛かったでしょうね。関白だから仕方ない。忠平は7人の女性との間に子供が20人近くいた。くっそーい。忠平が亡くなった後、後を継いだのは長男、藤原の実頼だった。じゃんけんに気合入ってるなー。そう見えなくもないけど。村上天皇は実頼の姪、安子と結婚していて。967年に村上天皇は法要、王子の冷泉天皇が17歳で即位した。こうに。しかし、冷泉天皇は精神的な問題があり、とても申請を行える状態ではなかったんだ。心配ね、大丈夫かしら。病気で寝ているのに突然大声で歌い出したり。思ったより元気だったわ。父の村上天皇から手紙が送られてきた時は、男性の局部を書いた手紙を返したという。どんな天皇なの？天皇が局部を書いてたら政治ができないんで。実頼は関白に就任した。関白になった理由がくさ。しかし実頼は何かと軽んじられて扱いが悪く、名ばかりの関白だと嘆くことになるのさ。なんで急に雑な扱いされてんの？実頼は娘の信子を村上天皇の養護にしてたんだけど、信子は王子を産む前に亡くなってしまっていた。ちなみに天皇の妻には序列があって主に皇后、中宮、女王の順となるよ。一方で実頼の弟、諸助の娘の安子は村上天皇の中宮で、冷泉天皇の母。そのため実頼ではなく諸助の私有の方が、藤原氏の嫡有の座を得ることになったのさ。諸助の私有はちょっと、なんで嫌がる。と言っても諸助はこの時もう亡くなっているんで、息子のこれただが右大臣となっていた。そして、冷泉天皇の精神状態は極めて悪く、早急に皇太子を定めることになった。冷泉天皇には弟のため平親王と森平親王がいて、二
通なら年長のため平親王が皇太子になる。しかし、為平親王の妃は左大臣の源の高明の娘であり、源氏の高明が天皇の外戚となるのは藤原氏にとって都合が悪かった。それを防ぐために起きたのが969年の、多子派遺跡事件。え？あんなの変だ。変。邪魔者は変で消す、それが藤原氏。ただ、詳しい内容はわかっていない。わかってないんかい。わかっているのは高明が関わる謀反の企てがあると密告があったこと。その内容がどうあれ藤原氏の思惑通り。源高明は、太宰府に左遷された。太宰府。道真が亡くなった太宰府にまた人が流された。邪魔者はとりあえず太宰府に流しとけいいんだろう。源高明は血筋や能力が高く、有望視されていた人物だったけど藤原氏の多子派遺跡にはかなわなかったのさ。これにより、皇太子は為平親王ではなく森平親王となった。前回に引き続き、変を起こした藤原氏は敵なしの状態に入った。安和の変以降、摂政関白が常設されることとなったんだ。変の5ヶ月後に冷泉天皇は上位、森平親王は炎雄天皇として即位した。しかし、今度は内部抗争が勃発。藤原北家の中で権力争奪戦が行われるようになったのさ。せっかくライバルがいなくなったのに身内で争うんかーい。諸助の子である藤原の兼道、兼家兄弟が摂関の座を争って、互いに出世を妨害し始めたのさ。弟の兼家の方が優秀だったという。優秀ならもっと前に出てこい。兄の兼道は息子の正光が源高明の娘と結婚していたから、あんなの変で源氏派とみなされて冷遇されていた。当時、長兄のこれただが摂政だったが、10秒で摂政の辞表を提出。すると翌日には兼道と兼家が三代し、後任の摂関の座をめぐって炎雄天皇の御前で口論したという。天皇を戸惑わせるなよ。状況的には、立場が上だった弟の兼家が任命されそうだった。しかし兼道が、炎雄天皇の母で自身の妹でもある安子の遺言を突きつけた。摂関は兄弟順番についでいくべし。そうなると炎雄天皇は母の遺言に従い、兼道は内大臣に引き上げられ、その後関白に任命される。弟の兼家と立場が一気に逆転したのさ。よかったわねお兄ちゃん。ちなみに安子が亡くなった頃は、摂政だったこれただが関白となれるかはまだ不透明な時期であったため、兼道が出してきた安子の遺言は、嘘の可能性が高い。おーおーい。安子ちゃんは本当はなんて言ってたの？関白はじゃんけんでついでいくべし。いうか、まだじゃんけんも生まれてないだろ。兼道の方が立場が上になると、今度は兼家が冷遇された。なんなら兼道は兼家のことを。できることなら九州にでも左遷してやりたいが、罪がないのでできない。どんだけ兄弟仲悪いの。ほんで九州って絶対太宰府のことやし。そんな傲慢な兼道も10秒にかかってしまい最後が近づいた。弟の兼家は、兼道が瀕死なことを聞きつけ、次は自分が関白になれると確信して皇居へ参内することにした。兼道は兼家が自邸に近づいていると知って、お見舞いに来てくれると思った。急に可愛い。仲悪かったけど兄弟だものね、兼家も皇居へ行く前にお見舞いに来てくれるわよ。兼家は門の前を素通り。しっかり嫌われてた。兼家が関白の公認を求めてきただけと察した兼道は激怒。お前は兼家を左遷しようとしてたけどね。ボロボロの体を支えてもらいながら起き上がって三代。どんだけ天皇を戸惑わせるねん。瀕死の兼道は、最後の最後に兼家を関白にさせまいと。いとこの頼忠を公認の関白にと宣言したんだ。どんだけ弟の邪魔したいの。その上で、兼家のうこんこの絵の大将の職を解き、自部長へ降格させたのさ。お見舞いに行かなかったばっかりに。炎雄天皇も兼道のブチ切れ具合に逆らうことができなかったという。ほどなくして兼道は亡くなった、53歳だったよ。お疲れ様、遺言の偽造してたこと忘れないわよ。兼家は、兼道がいなくなったことで次女、藤原の秋子を炎雄天皇の領後に入れることに成功し、安人親王が生まれたんだ。兼家は秋子を中宮にすることを望んでいたものの、炎雄天皇が中宮にしたのは頼忠の娘、信子だった。そのことに失望して、兼家、秋子、安人親王は東三条殿の邸宅に引きこもってしまったという。そんなにみんなで引きこもることある？
だが984年、須磨日の節会という宮中の年中行事を泰人親王に見せたいと望む遠遊天皇から、兼家は三代を求められる。しかし、兼家は、病気なので、三代に応じなかったものの、何度も求められたのでいやいや行くことにした。すると、思ってもなかった嬉しい話が舞い込む。遠遊天皇は兼家に、泰人親王を次の皇太子にするつもりであることを伝えたんだ。つまり兼家の孫が皇太子になるってこと？ああ、約束通り遠遊天皇は上位し、まず遠遊天皇の甥で冷静天皇の息子、火山天皇が即位。冷静天皇って息子いたのね。泰人親王は皇太子となった。すかさず兼家は関白を望んだものの、関白には頼忠が引き続き在任したことで叶わず。兼家が全然関白になられへん。さらに、甥の義親が天皇の叔父として権の中納言に昇進したことで朝廷を主導するようになり、権力争いが複雑化。この状況が変わり出したのは985年。火山天皇が、寵愛していた女房藤原義子が急死してしまったことで絶望していた。火山天皇イケメンね。もうこの世を捨てるー。と言い出すなどメンタルが崩壊してしまったんだ。辛いわねー。ここで兼家が起こしたのが986年の、カンナの変だ。変が止まらないー。これが摂関政治の歴史において一つの転機となる。兼家は子供が8人いるんだが、多いな。火山天皇は愛する妻の供養のため出家も考えていたんで、兼家は息子の道兼を使って火山天皇に出家を勧める。一緒に出家しましょう。連れ出家。だが、火山天皇が願行寺で出家すると道兼は、父上に出家前の姿を見せてきます、そう言って立ち去ってしまう。道兼は出家する気などなかったんだ。騙されたと知った火山天皇だったが、時すでに坊主。時すでに坊主。義親も願行寺に駆けつけるが、坊主の火山天皇を見て坊主になった。なんで？義親は天皇の叔父だからこそ権力があったんで、天皇が出家しちゃったらもうこれまでのようにはいかないということだろう。こうして義親も後を追って出家し、失脚。坊主の連鎖ってあるのね。坊主連鎖事件によって兼家の孫である泰人親王が皇位を継承、泰人親王は一条天皇となる。一条天皇はこの時6歳。年長さん。まだ幼いので、兼家が、摂政に就任することとなったのさ。思惑通りやなぁ。権力を手にした兼家は息子たちを次々と供養に抜擢。朝廷の最高機関である太政官の職、全官をすべて自分の派閥に差し替える強引な人事を行った。兼家の息子というのがまず、道高。坊主事件の道兼。もう兼の変とも言わないのね。そして、道長。今年の大河ドラマでもおなじみの藤原の道長だ。この人かぁ。兼家、あんた道長のお父さんやったんか。兼家は990年、一条天皇が10歳で成人の儀である元服を行うと、ついに関白となったのさ。おめでとうー。兄、兼道のお見舞いに行かなかったせいで関白になり損ねてから13年、やっとその地位を手に入れたのさ。お見舞いって大事なのね。関白になって3日後、失家。おーい。カンナの変はまだ続いてたんか。坊主の連鎖ではない。病気を理由に地位を息子の道高に譲り、出家したのさ。道高は気にせず寝てるわよ。火山天皇を坊主にして摂関になった兼家が、その地位を坊主で譲るとは。やっぱり連鎖だったのか。そして2ヶ月後、兼家は亡くなった。62歳だったよ。坊主の多い人生だった。どういうことだ。兼家から関白を継いだ息子、道高の家系は以降、中野関白家と呼ばれるようになる。中野関白家？諸説あるようだが、兼家系統で2番目の摂関だったからとも言われる。関白家っていうぐらいだからこの人の家系が関白を継いでいくのねー。道高は摂関の地位につくと父、兼家の喪中にもかかわらず、四条宮廷、政界に急速に進出させ始めた。道高はこれ近、高家、貞子など多くの子供がいて、道高は嫡男のコレチカを後継者に見立てて強引に昇進させ、994年には道長をしのいで21歳で内大臣にさせたんだ。しかし道高は5年後、病に伏してしまう。最初から伏してるわよこの人。死ぬ前に息子のコレチカを関白にしようとしたが叶わず、42歳で亡くなった。若いのに辛いわねー、疫病かしら。糖尿病だ。糖尿？
だいぶお酒を飲む人だったらしい。平安京ではマシンが流行していたためマシンの可能性もあるみたいだけどね。酔いつぶれてたのね。後を継いだのは息子のコレチカではなく、道高の弟で坊主事件、いやカンナの変の道金だった。お前か。コレチカではなく道金が関白になったのは、兄弟順に関白を継がせたいという皇太后、明子の意志があったと言われる。道金は平安時代の歴史本、映画物語によるとこう書かれている。綺麗なタイトルの本ね。顔色が悪い、毛深くて見にくい。ひどいな映画物語。他の本では、非常に冷酷で恐れられていた、意地が悪い、年功序列をわきまえない、素行も悪い。どんだけ悪口書かれてんねん。悪口書かれまくりの道金は関白となった数日後、死んだ。死んだー。まだ34歳だったよ。天然痘が流行っていて、他の供養も数十人が相次いで天然痘により亡くなっていたという。でも道高だけは、糖尿で死んだ。というわけで、ここからは藤原の道長について見ていこう。987年に道長は2歳年上で当時の左大臣、源政信の娘である智子と結婚している。道長の兄、道綱が同じく政信の娘と結婚していたことから、道長の智子への求婚は道綱の影響を受けた可能性があるという。道綱なんていうお兄ちゃんいたっけ？いたんだけど、道綱の母親は正妻ではなかったため身分が他の兄弟より低かったんだ。当初、源政信は智子を天皇に嫁がせるつもりで、道長からの求婚を聞き入れようとしなかった。しかし、智子の母、藤原の敦子が道長の将来性を買ってこの結婚の話を進めたという話がある。道長は受領、中級貴族の娘は選ばず、いつか摂関の地位につく機会に備えて高い地位の妻が欲しかったという。翌年には早くも長女の秋子が誕生している。おめでとう。同じ年に安奈の変で失脚した左大臣源の高明の娘である秋子も妻にしている。長女が誕生した年に奥さんを増やすな。秋子は高明の没後、後に道長の姉、藤原の秋子に引き取られて厚く庇護されていた。ちなみに秋子には、道長の兄である道高や道金も言い寄ろうとしていたという。女性の好み一緒か。道長が秋子を選んだ理由については、身分的な高さはあるものの、秋子の父、源の高明はすでに10年前に亡くなっていたことで政治的要素が少なく、姉の元にいて身近な存在であったことから、普通に恋愛の要素が強かっただろう。ってことは道高や道金も恋愛で寄ってきてたのね、秋子ちゃんモテモテ。道長も当時の貴族の常として多くの妻を持っていたけど、智子が二男四女、秋子は四男次女と多数の子女を産んだ。くっそーい。ただ、道長は智子とはほとんど毎日一緒にいた一方で秋子とは時々しか会っていなかったらしい。恋愛結婚の秋子ちゃんとも会えよ。そんな道長は、父親の兼家が天皇家との関係を濃くしたおかげで順調に立場を手にすることができた。ただ、ライバルとして追い、藤原のコレチカがいて、権力争いが勃発することとなるのさ。コレチカ。道長の兄、道金が関白になって数日で死ぬと、コレチカが摂関になりたいと立ち上がった。しかも、一条天皇もコレチカを推していたんだ。なんせ一条天皇の中宮はコレチカの妹、貞子だったんだ。道高の没後に後ろ盾を失った貞子への配慮でもあり、文才豊かなコレチカとも親しかったためと考えられている。ちなみに貞子に仕える女房と呼ばれる女官が、清少納言だ。清少納言ちゃん。枕草子を書いたことでおなじみだね。女官だったとは。摂政の座を狙うコレチカだが、それに対して道長は、コレチカが政治を行えば天下が乱れる。と考えて、自分が後継になろうとした。しかし一条天皇の母、東三条院つまり秋子は、兄弟たちの中で特に道長に目をかけていた上に、道高やコレチカとの関係が悪かったこともあり、弟の道長が関白になるのが道理であると強く推した。こうして、権力争いが激化していったのさ。コレチカ推しの一条天皇と、道長推しの秋子ちゃんか。秋子は何としても道長を関白にするために息子の一条天皇の寝所にまで押しかけ、泣きながら訴えかけたほどだという。その行動のおかげか、道長に内乱の戦時が下ったんだ。内乱の戦時？内乱は天皇に関する文書などを先に見られる高い役職。道長は摂関にはつかなかったものの、翌月にはコレチカを超えて右大臣に昇進した。おお、コレチカに勝ったのね。
この流れだと道長が摂関になってもおかしくないんだけど、これ地下がいるから摂関にはなり得なかったという。これ地下と道長は天皇や天皇の臣下たちの目の前で激しく口論したり、これ地下の弟、高井江の従者が道長に乱闘を仕掛けたり、高井江の従者が道長の護衛を殺害したり、どんだけバトルすんねん。平安時代ってもっと落ち着いたイメージだったけどな。実際は乱闘だ。これ地下の外祖父、高階の成忠が陰陽師を邸宅に招いて道長を呪い、不幸にさせようとしたみたいだ。そんな感じで道長とこれ地下の対立はどんどん深まっていった。呪いは効かなかったのね。そんな中で起きたのが996年の。この流れは、いやまさか毎回そんなことは。聖徳の変だ。やっぱり変。996年の正月にこれ地下が、出家した火山天皇である火山法王と、女性を奪い合って争いを始めてしまった。そんなんばっかりか。そんで火山天皇は出家したのに何してんのよ。女好きだったらしい。これ地下は藤原の上司、火山法王は上司の妹である竹子を宴にしていた。ちなみにこの姉妹はこれ地下と火山法王のいとこ違いにあたるよ。なんか普通におじとめいで結婚しとる。彼女たちが同じ屋敷に住んでいたから、これ地下が屋敷に通う火山法王を見て女性を取られたと勘違いしたらしい。まずいは乱闘が始まる。これ地下は弟の高家に恋愛相談。弟に恋バナ、平和やん。本当に危害を加えてしまったら大問題になるため、最初は高家が威嚇のつもりで火山法王に弓を置いた。なんで威嚇したん？しかし、それが火山法王の袖に命中。ひぃ？一説には弓が命中した後に火人や従者による乱闘が発生し、火山法王の子供二人が命を落としたと言われる。大問題となり、これ地下や高家の罪化を決められることとなった。でしょうね。ちょうどその頃、明子が病気になっていた。お見舞いに行かないと。病気の原因は呪詛が原因であるという噂が広まっていて、女院の神殿の下から呪いの人形が見つかったという話まで出ていたんだ。そのタイミングでさらにこれ地下についての密告があり、これ地下の処罰は絶対に避けられなくなった。密告ってやっぱり謀反を企てているとか？これ地下が呪術の修行を行っています。修行かよ。修行ぐらい別にええやん。当時の呪術は大問題なんだよ。これ地下は花山法王をいるという罪と女院の呪詛、呪術の修行などの罪状により、太宰府に左遷されることとなったのさ。やっぱり太宰府か。たまには大阪に来たらいいわよ。宿を探しておくわ。鳥箱で探さんでいい。道長にしてみれば、ライバルのこれ地下が勝手に自爆してくれて超美味しい展開となる。ちなみにこれ地下と弟の高家は998年には明子の病による祈願のため退社が決まり、京都に戻っているんだけどね。それでも以降、中野関白家の凋落は避けられなかった。関白家やのに関白なれそうにないんかい。聖徳の変のきっかけとなった上司、竹子の姉妹はその後、二人とも道長の愛人になっている。どこまで美味しい展開なにゃー。はい、猫館。にゃー。当時はよくある話だったんじゃないか。どうなってんの平安時代。ともかく道長は左大臣に昇進し、名実ともに朝廷の第一人者となった。道長の長女、藤原の明子を一条天皇の女房としたよ。そして、明子に仕える女官だったのが、紫式部だ。この子かーい。紫式部も藤原家の女性だったのさ。本流ではないから受領、中級貴族だったけどね。紫式部ちゃんの祖父母がおばとおいで結婚しとる。教養の高い紫式部が友人たちとの交流の中で書いていた源氏物語が話題になり、それを耳にした道長が明子の後宮に紫式部を入れたんだ。その後も続けられた源氏物語の執筆には道長が紙などの材料を提供したり、援助していたという。ホッチキスで止めるのも手伝ってたのね。ホッチキス使わないだろ。物語の主人公、光源氏のモデルの一人は道長だと言われている。素敵ねえ。これが光源氏？やめなさい。二人の間には熱愛疑惑があったけど、実際のところはなさそうだ。ただ、恋愛じゃなくとも確かな絆はあったようだよ。そして、朝廷の第一人者となった道長だが関白になったわけではない。関白の職権そのものには決裁権がなく、あくまでも天皇の貢献的存在、天皇との関係次第で権限は左右される。しかも、公式な政府の最高機関である太政官に対して、摂関は大臣兼任であっても関与できなかった。
そこで道長は、自分の孫が天皇に即位して外祖父となるまでは摂関にはならず、太政官の事実上の主席である左大臣になると同時に、関白に近い権限を持つ内乱を兼任することによって最高権力を行使したのさ。摂関の地位よりも実権を優先したのね。ああ、摂関政治の最盛期を築いた道長は、摂関ではなかったんだ。道長は権力を確立し、皇位継承に関して天皇に要求を押し付けるほどの権勢を持っていく。押し付けるな。ちなみに一条天皇は芸術の才能があり、宮廷文化を花開かせて評価の高い天皇で、猫好きだ。猫好きー。飼っていた猫の名前は、昔だから、玉、かしらー。妙部のおとど。妙部のおとど？妙部とは位が高めの旅館、おとどは貴婦人の継承を意味するといい、実際に位を授けていたという。飼い主も猫も位が高いな。しかし一条天皇は妙部のおとどに飛びかかった犬の扇丸を、流刑にしたんで私としては許せないやつだ。極端な猫派なのね、一条天皇。とはいえ流刑については、左遷させられたコレチカやそれを利用して出世した道長を揶揄した作り話だとも言われる。猫好きの一条天皇は病気のため上位し、亡くなった。まだ32歳だったよ。一条天皇おーおー。天国でも猫ちゃんと一緒にいてください。わかったー。いやー、坊主やー。やめなさい。一条天皇は亡くなる3日前に出家してるんだよ。後を継いだ三条天皇は火山法王の弟。三条天皇は道長の次女、清子を妻にしていたが女の子しか生まれなかったため。三条天皇は眼病を患ったのを機に、道長から上位を迫られた。おい天皇に何してんねん。だが単に上位するのではなく、三条天皇は皇后との息子、厚明親王を皇太子にすることを条件に上位した。そして一条天皇と秋子の子、後一条天皇が即位したんだ。道長の孫やん、だから道長はこの人を天皇にしたかったのね。ああ、孫を天皇にした方が権力が得られるからな。だが三条上皇との約束があったので、皇太子となったのは厚明親王だった。道長が摂関の地位についたのは1016年に後一条天皇が即位して摂政に就任してからの1年ほどであり、すぐに息子の藤原の頼通に譲っている。その2ヶ月後に三条上皇が崩御すると、厚明親王は自ら皇太子の辞退を申し出た。なんで？辞退するよう、道長の無言の圧力があったんだ。道長の圧力やばすぎるやろ。道長は厚明親王を順太上天皇とし、娘の監視を嫁がせ優遇した上で、皇太子には道長の望み通りを一条天皇の弟、厚長親王が立てられた。道長は摂政を息子の頼通に譲って政治から退いた形になっていたものの、息子の頼通を通して指図しているため、権力は絶大なまま。1018年3月に後一条天皇が11歳になった時、道長は三女の竹子を養母として受胎させ、10月には中宮に。皇太子の厚長親王にも娘の義子を嫁がせている。どんだけ娘いるのよ。天皇にどんどん嫁を送り込んだことで天皇の外祖父であり続けた。ある日、道長の邸宅で祝宴が開かれると、道長は即興の歌を詠んだ。その歌の内容があまりにも強すぎる。歌が強い？この世は我が世とぞもふもちづきの欠けたることもなしと思えば。これを現代語訳すると。この世は俺のためにあるようなものだ。満月のように何も欠けちゃいない。まさに完璧。めっちゃ調子乗っとる。事実、最強と言えるほど権力を手にしていたからな。晩年は北条氏の創建に心血を注ぎ込み、造営には資材と人力が注ぎ込まれた。さらに道長は供養や僧侶、民衆に対しても奉公を命じ、自分の権威を知らしめたんだ。道長は北条氏に住んだものの多くの子供たちに先立たれ、病気がちで安らかとは言えなかったようだけどね。風邪をひくことが多く、50歳頃では、糖尿だった。糖尿。癌もしくは糖尿病で免疫力が低下し、生活習慣病なんか？背中に腫れ物ができ、苦しんだ数日後に亡くなった。62歳だったよ。お疲れ様、モテモテの秋子ちゃんと結婚しといてあんまり会わなかったの忘れないわよ。そこかよ。道長は間違いなく藤原北家の全盛期を生き抜いたと言える。まさしく藤原氏の頂点と言っても過言ではない。ちなみに歴代の天皇の性格やその時の状況にもよるけど、摂関政治期の天皇は無力だったわけじゃない。むしろ積極的に政治的役割を果たそうとする天皇が多かったと言われている。しかし、
文書や儀式には常に摂関が介在するようになったことで朝廷の人事権も摂関が把握。摂関の存在維持につながっていた。そして道長の息子である頼通は、摂関の地位に約50年間もつくことになる。長いな。その割にめちゃくちゃ不満そう。確かに。頼通の時代で北家は信じられない展開を迎えることになる。どんな展開なの？次回に続く。おい。ごめんご、扇丸を迎えに行ってたら長くなってしまった。一条天皇に流刑にされたワンちゃん。四つ葉チャンネルの初書籍もよろしくお願いします。します。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。おやつだぞ扇丸。私もおー。